ディバラに回ってエラシコ入って勝負。うおーい、しよ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 し。ディバラさん感謝です。はい、どうもありがとうございます。ディバラという感じでね、今週来ました、素晴らしい。ありがとうディバラ選手。いや嬉しいです。はい、ということで身長177センチ、役割式高い低い、利き足左、スキルムーブ5、逆足4となっています。で、この選手は大体まあね270万ぐらいで購入することができまして、まあ、TOTS の中だとまあ注意ぐらいかな、めちゃめちゃ高いってわけではないんですけども、まあ高い方の部類に入るかなとは思います。はい、でこの選手ね、スキルムーブと役割式がねがっつり上がってるんですよね。もう怖い存在になるんじゃない、相当。はい、という感じです。能力見ていきましょう。はい、で能力ですね、もうのーディバラードリブルペースおかしなってます。でシュートもかなり高くてね、パスもかなりいいっていうところで、まあ何でもできる選手になってくるのかなとは思いますね。でウィークポイントはまあヘディングの部分だったりとかフィジカルの部分かな、まあ競り合いの部分がちょっと弱いかなっていう感じかな。で選手特性なんですけども、高精度シュート、彼の身のこなし、ロングシューター、プレイメーカー、アウトカーブ、ドリブルとなっています。で連携スタイルなんですけども、まあ俺はフォークでいいかなとは思っています。まあマックスマンとかでもいいかもしれないですけどね、あのフィジカルを上げてほしいかなとは思います。うん、ここもちょっと上げといた方がいいかなと思いますね。でスカットなんですけども、まあアルゼンチンとユベントスということで、まあ基本的には組めるかなとは思います。まあラウタロとかね、目標出てきた、もうそこともミドル組み組めるし、まあユベントスなんでね、ある程度組めるかなとは思いますね。で置き場所なんですけども、まあトップでもいいし、サイド、まあキャムのとこでもいいし、うん、結構どこでもいいかな。本当にどこでも使える選手かなと思います。サイドでもね、全然使えるとは思うので、本当に前線ならどこでもっていう感じだとは思います。という感じで早速映像を見ていきましょう。はい、ということで試合映像を見ていきたいと思います。じゃあね、まずは操作性から見ていきたいと思います。はい、じゃあまず操作性ですね。非常に軽く強さがあり、ギュンドリできる操作性という感じで、ディバラ選手、最高だぜ、ドリブル。バースデーディバラからね、かなり軽くてドリブルしやすいっていう部分はあったんですけども、TOTS ディバラはね、やっぱフィジカルが上がった分ね、強さが出てます。なので、ディフェンスに押された時に、ボールをロストしない確率が、かなり上がってるかなと思いました。やっぱその部分ね、強さを感じたかな。まあ、フォークつけてる部分はあるので、まあ、フィジカル上がってる部分はあるんですけども、にしても、ちょっとね、フィジカル部分が強くなった感じはするので、かなりドリブルしやすくなったかなと思いますね。で、プラス、シュートもガンガン入るし、でね、リアクション数値もいいので、相手に当たられて取られた瞬間に取り返すみたいなことも起こったりとかするので、若干理不尽感はちょっとずつ出てきてるのかなと思いますんで、ここのね、スキル5からのロールシュート決めます。で逆足5ではないので、若干シュートは入りにくいっていう時もあるかなと思います。はい、という感じで次は AI ですね。裏へ抜ける頻度が高い AI という感じで、 AI はね変わりました、変わってると思います。やっぱり裏への意識っていうのがかなり高くなってるかなと思います。一応指示でね、裏抜け設定はしてるんですけども、にしても、裏へ抜けてくれる確率は高い気がします。なので、やっぱり2トップで使っていると、かなりね、俺的には使いやすくなってるのかなと思います。まあ、ミッドがいい人っていうのもいるかもしんないですけども、裏抜けをどんどんしてくれるっていうタイプの方が、まあ、好きな人がいるとは思うので、まあ、そこら辺に関しては変わってるし、強くなってるのかなと俺は思いますね。やっぱストライカーってハイローがいいんだなって実感するレベルの動きの良さっていうところはあったかなと思います。ここ右足ないよね。逆足こうやって決めてるけどね。ということでね、このスルーパスからのループ。最高でした。はい、という感じで次は良かったところですね。強さとスキルを手に入れたギュンギュンドリブルというところで、やっぱここかな。強さをやっぱ感じる。やっぱね、バースデーとは本当にそこは違うので、結構無理やり行ってもいいんじゃないかなと思える部分も結構出てくるかなと思います。でやっぱスケール5があるので、そこの強みを出せるっていうところで、どんどんドリブルを、ね、抜ける選手になったかなと思いますね。で、次は裏かったところですね。まあ、スタミナ消耗の速さっていうのが、なんかね、
あった気がします。でプラスやっぱ逆足がね4ではあるので、ワンタッチのシュートがね若干ミスる時がある。ミスるとか精度がね低いのかな、なんか弊害なのかなこれが。はい、という感じで比較していきたいと思います。270万という感じでね、ディバラ選手、もうギュン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 やったね。本当に。バースデーの時から、ね、結構ギュン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 ではあったんとは思うんですけども、やっぱりね、ディバラ選手、スキルが5の方が俺はいいとは思います。で、プラスね、ワークレートが変わってる部分があって、やっぱ裏抜きの回数も多くなったかなと個人的には思いました。という感じで1人目、見ていきたいと思います。はい、という感じで1人目はですね、バースデーのディバラとの比較をしていきたいと思います。60万ぐらいかな、こいつが。はい、という感じで比較ですね。でパッと見た感じはですね、やっぱ大きく変わってるのはやっぱりフィジカルの部分かな。うん、あとはリアクションの部分が変わってるので、やっぱそこら辺が結構大きいかなっていう感じはした。うん、フィジカルやっぱ強くなってるかなっていう部分はあるとは思うので、やっぱそこら辺は好印象かな。ほんと、シュートとか、そこら辺しか求めない人は、まあ、バースデーでもいいかもね。はい、そんな感じはする。で逆足号ではあるので、やっぱそこら辺の強みも出せるっていうところは、やっぱバースデーの良いところかなと思います。ただ、俺、スキルの号の方がいい感じはするかな。AI は、TOTS の方が圧倒的にいいような感じはしました。はい。という感じで次見てみましょう。はい、という感じで次はですね、ディナターレ選手でございます。キャプテンディナターレ、200万ぐらいという感じで見ていきましょう。はい。で、パッと見た感じはですね、まあ、ペース、シュート、あとパス、ドリブル、うわぁ、全部勝っちゃってる、こいつも。能力勝ってんのか、こんなに。はい。という感じでね、まあ、使った感じはですね、確かにね、ディナターレを強くした感じはあるね。圧倒的に。うん、圧倒的にやっぱりディナターレより絶対強いと思うので、200万以上の価値、今は260万ぐらいか。うんぐらいが適正な感じします。ディナターレ使ってる人には、このディバラ選手はかなり合うし、強く感じるとは思います。こう比較してもやっぱり強いなっていう感覚はありましたね。はい。という感じで最終評価していきたいと思います。はい、という感じでディバラ選手の最終評価していきたいと思います。いやー、強いなー。いいね、このディバラ選手。やっぱドリブルギュン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 っていう感じはあるし、まあ最近ちょっと俺がね、不調気味なんですけども、それをカバーしてくれるぐらいの能力の高さを感じました。シュート決定力も圧倒的やし、かなり俺には良かったですね。はい。という感じで、ディバラ選手、最終評価は、星10個ですということでね、文句なしですね。うん。セリエの中でトップだと思います。こいつとね、レオン使えば、もうセリエは完成かな、感はあるので、正直ね、ディバラは絶対入れてほしい一品。バースよりかは圧倒的にスキル5ついた方が使いやすいかなと、俺は思いました。という感じでこの動画もし参考になれば高評価とチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。